静まっていく。すごいよね、スノー。あれだけのカオスを全部飲み込んで視界を打ち消しちゃうなんてね。その代償に化け物だけど、最後のお願いを聞いてあげたら。こんな姿で苦しむなんてかわいそう。始末してあげるのが優しさだよ。そう、スノーの魂を救うには死なせてあげるしかないの。あれ、ひょっとしたらお姉ちゃんの手で死なせてほしくてわざと死骸になったのかもね。お前にスノーの何がわかる。あなたにスノーの何がわかるの？彼の苦しみがわかるというの？セラを守れなかった自分を責めながら人々を守って戦い続けてきたんだよ。あなたがのんきに眠っていたこの500年の間ずっとね。ライトニングが帰ってきてスノーはほっとしたと思うな。これで長い苦しみから解放されるってね。だから最後の力を出し切り散っていこうと願った。彼を苦しみから救ってあげて。セラはそう願ってるから。私もだ。私もお前を救いたい。でもどうすれば。セラならわかるのだろう。ここにあの子がいてさえくれたらすぐにお前を助けることが。もういない。私にあの子の代わりはできない。今の私にできるのはお前に願うことだけなんだ。頼む、セラの思いを無にしないでくれ。あの子はお前を信じて生きた。たとえ離れ離れになろうと、いつか苦しみを乗り越えて再びお前に会う日が来ると、セラは今でも信じてる。きっとあの子の魂はお前を夢見て眠ってるんだ。なのにお前がいなくなったらセラはどこへ帰ればいい。スノー、お願いだ。生きてくれ。生きて導いてくれ。ああ、ひでえな。生きてくれって俺に言うけど、実は俺なんかどうでもよくて、セラが心配なだけじゃねえか。ああ、その通りだ。バカ野郎が。ほんと報われねえや。ずっとな。もう何百年もの間、世界が終わっていくのを見ていた。食い止めようと頑張ったけど、まるで報われねえんだもん。悲しくなっちまって、死に場所探してこの様だ。すまなかった。私の帰りが遅すぎて
長い間苦しませた。反省しろよ。調子に乗るな。いいカスノ、もうすぐ世界は終わりを迎える。滅びを止める方法はない。だとしても絶望せずに信じてほしい。この世界が終わった後に新たな世界が生まれるんだ。人の未来はそこにある。希望は失われていないんだ。私が必ず道を切り開く。だからスノー、お前はそれまで。はいはい、わかってるよ。最後まで踏ん張ってユスナーンを守れってんだろ。ったく人使いやないよな。俺に万一のことがあったらセラが困るんじゃねえのかよ。お前なら大丈夫さ。無駄に頑丈だからな。セラを頼む。生きてあの子を導いてくれ。あの子にはお前しかいないんだ。そこまで言われちまったら死ぬ気で踏ん張るしかねえけどよ。実際どうなんだろうな。姉さんは言ったけど、本当のところどうなんだ。お前を幸せにできなかった俺のところへ今さら帰ってくれるのかな。答えがねえなら信じて待つか。いや、俺が迎えに行けばいい。そうだよな、セラ。お疲れ様でした。ユスナーメインクエストクリア、やったー。うわー、凱旋だね、ライトニング。またお前か。はい、これで二人っきり。それにしても派手にやったね。予想より大事になっちゃった。予想だと？問題。例の予言の書のことをノエルに教えた張本人は？お前だったのか。ノエルを見くびってたわ。まさか自分の意思で予言を打ち砕くなんてさ。せっかく用意した予言が打ち消されて残念だったな。何言ってんの、逆よ逆。実現しなくてよかったわ。あの予言に映った世界は見た目が綺麗なまがいものだし、思考神ブーニベルゼ様にとって見えないものは存在しないものだから。見えないものとは、例えば心。なんだ、分かってるじゃない。せいぜい神様を手伝ってあげることね。とはいえあなたにも思うところがあるようだけど。お前に何が分かるんだ。死んだ人の願いを持ち出すのってずるいんじゃないの。死人の気持ちなんて確かめようもないのに勝手に想像して決めつけてさ。死者の気持ちがああだこうだ偉そうに綺麗事並べちゃってすごい卑怯だと思うんだけど。自己反省というやつか。スノーを苦しみから救ってやれ。セラはそう願っている。そう言ったのはお前だったな。あいにく私は特別だから全ての例外なんだよね。だいたいセラは死んでもないし、言っとくけどみんなの胸に生きているなんて安い話じゃないからね。聞くまでもなく知っていることだ。あの子の魂は死んではない。残した思いと今なお生きている。そう信じたいだけなんでしょ。真実を知ってしまうのが怖くて信念にしがみついている。自分で思っているよりもあなた弱いのよお姉ちゃん。